皆さんこんにちは、ぴょん。ご機嫌いかがですか。大相撲で御嶽海の明日の取り組みの結果がとても気になっているうさちゃんです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。皆さんの応援がバイオリニストとして YouTuber としてとても励みになりますので、動画の高評価ボタン、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。さて今回はすごく久しぶりの音真似動画をお届けいたします。日本放送の時報と交通情報のジングルをお届けいたします。私には目標がありまして、日本放送が毎年クリスマスの時期に放送をしております視覚障害者を対象とした番組ラジオチャリティミュージックソンに出演をするということです。少しでもこの動画が何か取っかかりがあるようなものになったら嬉しく思います。では早速始めていきましょう。ではまず、時報からお届けいたします。AM ラジオおよびワイド FM で耳にする時報となります。で、日本放送はもちろん、ラジコでもお聞きいただけますけれども、ラジコの方は別に、時報がありますが、バイオリン1台だと、なんて言うんでしょうね、こう楽器が2つほど使われているみたいで、バイオリン1台で弾こうとすると多分楽器ごとにこう分けて弾く必要があってですね、でそれはまた改めて、できたらいいなと思います。では AM ラジオワイド FM で耳にする時報をやってみましょう。ではまず音に変換してみます。ミドミドミドラとなりますが、このドの音はドのシャープになりますので、音に変換するとミドミドミドラとなります。ではバイオリンで弾いてみます。はい、日本放送の AM ラジオワイド FM で耳にする時報でした。では次はですね、音真似最後になりますけれども2つ目です。日本放送の交通情報のジングルです。こちらは、AM ラジオワイド FM および、ラジコ共通となっております。では、音に変換してみます。ですね、ドファラファファミドラドファラファなんですけれども、いずれもどの音にもシャープがつきます。ではそれを踏まえた上でやってみますと、ドファラファファミドラドファラファとなります。ではバイオリンで弾いてみましょう。日本放送の交通情報のジングルでした。はい、ドライバーの皆さんには交通事故を起こさないように運転には気をつけていただきたいですね。はい、ということで今回は久しぶりの音真似動画で日本放送の時報と交通情報のジングルをお届けいたしました。昨日はですね、ショート動画をねアップロードする計画を立てていたんですけれども、なぜか、上げられなかったんですよね。なので、1日空いての更新になりましたけれども、はい、これからもね引き続き、こまめに更新をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、では今回の動画はここまでといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの応援がバイオリニストとして
YouTuber としてとても励みになりますので、動画の高評価ボタン、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。うさちゃんでした。それでは皆さん、さよなら、ぴょーん、バイバーイ。